CB150X を初回点検でお預かりしているんですが、これの後にもう1台ね、販売させていただいた車両があるかと思うんですが、その前は結構前ですよね、今年の、あれは確かね、バラしてる記憶するんですよ。何ですかね、リンクね。で、とりあえずこの間のね、リンクバラしたら、グリス塗ってないんですよ。オイルシールところやっぱグリス塗ってないし、ベアリングも、なんかちょっと心持ちない、心もとない感じね。心もとない感じ。ということで、ちょっとね、リンクはバラして、これ初回点検ね、まあお預かりでね、なってますから、その場だとね、さすがにできないんですけど、ちょっとね、でしょ。で、まあ、シャフトにグリスは乗らないね。これはまあ、で、まあ、とりあえず1個外れましたね。だからこれ硬いでしょ、ほら。動かないね。離してもシューって下がるわけでもないね。で、次。そしたらですね、どうかな、これがいいかな。そう、まあ、そうなってくると、スイングアームの、この、ね、取り付けの部分もっていうことにもなってくるんですけど、さすがにね、ちょっとね、そのあたりもだんだん厳しくなってくるんで、あれなんですが、とりあえずリンクのところのね、オイルシールはやっぱり塗っとかないとね、っていう感じでちょっとやってます。放射整備の時やんないで、今やず。これでね、ほら、動きがどうだっていうね。CRF って塗ってないですよね。CRF 塗ってないんですよ。まあ、あれ初めからバラすこと想定してんだろうなっていうね。車両だけにね。どうせバラすんでしょっていうような、そんなことでもないのかな。もしかしたらそんなことないのかもしれない。ただ単にコスト削減。何のあれもないです。コスト削減ですよっていうね。あれもあるかもしれないですけど。ね、これで下がる。そのこれでもうここまでしか下がらないからね、これはね。で、あとこれちょっと外して。お、これ動いちゃうじゃん。ダメだ。順番的に逆だったか。ね、これ外しますよね。ね。で、これリンク。ね、これ、リンク外れでしょ。で、リンク見ると、これ全部ね、ベアリング入ってる。VFR は、ショックのところベアリング入ってないですけどね。まあまあ、古いってことですよね、設計がね。これ外す。ね。そうすると、ほら、ここ、グリスは塗ってないんですよ。ね。で、中のベアリングも、なんか心もとないって感じでね。だからこれじゃあまりにもね、ですから、これをちょっとグリスをね、塗んなきゃダメだ。塗んなきゃダメ。これもそうですね。これね、前ね、外しましたけど。で、やっぱほら、そうでしょ？オイルシール。全然、何も塗ってない。ベアリングも、なんか心もとない。ね。これが現実なんですよね。錆びてないだけまだいいけどね。そう、これめくれちゃってんじゃん。こっちは大丈夫か。オイルシールが ちょっと内側に入ってましたね。こっちから入れた時に多分なったんじゃないですか。何も塗ってないからだよ。そう、それでボンって入れちゃってるから、これ全然グリス何もついてないんだもん、これ。販売店でやらないですね。ね、残念だね。これがね、ホンダなんだよね、今のね。で、これをずっと続けてると、おそらくやっぱりいずれは世界一のメーカーから陥落すると。そんなことになるんじゃないですか。コスト削減だなんてやって、もしねやってたら、世界で一番ね、すごいメーカーじゃなくなっちゃうと、しかもお店もね、3分の1に減らしてとか、日本の場合はね、あれなんだとか、そんなことやって、いつの間にかあれっていうね、ことになってる可能性ありますよ。緩めるとスカスカだね、なるね。入んねえ。
あ、こっち。こっち回んないんだよな。あ、回るわ。そう。まあ、初回点検がね、あってよかった。っていうか、お預かりでよかった。ちょっとすぐできないんですよねって言ったら、このプロテクターね。プロテクター結構大変なんですよ、取り付けてね。で、あ、じゃあ、置いていきますのでっていうね。あれ、ずれた今。で、こうでしょ。そして、まあこれね、リンク。ほら。ね、こっちもグリスなもんだってね。ね。グリスの手やがまだよ、ほら、オイルシールが折れ曲がって入ってるとか、やっぱりね、ちょっと嫌ですよね。ほら、全然ほら、油っ気ないの。ベアリング、どうなんですかね。どう思います？ね。これが現実だよ、うん、いや日本仕様は大丈夫なんだよ。だから日本向けのやつは大丈夫だよっていうね。 CB120R とかね、まあ見ない方がいい、うん、もうこういうことやりだすと切れないんだよね。そうで、あのはっきり言ってね、別にどうでもいいと思ってるけど、別に興味ないっていう人がいっぱいいると思うんですよ。ほとんどだと思うんですよ。9割ぐらいね。そう。だから9割ぐらいは、別に、なんか、それやんなきゃいけないんですかぐらいのね、あれだと思うんですよ。うん。ただこれ、一回バラしたら、オイル塗って、組むとかね。多分サービスマニュアルにはいろいろ書いてあると思いますけどね。はい、よかったら一箇所だけで曲がってんのが、ここ。これは多分反対側から入れれば大丈夫。うん。そんな感じの曲がり方。ここもだ。それはそうだよね。何もグリスないのに多分ぶさしちゃってんだからね。折れ曲がってもね、うん、気にもしないですよね。日本のね、だから日本で組み立てたりしてるから大丈夫とかね、うん、そう信じたいんですけど、日本でやってるやつはね、うん、ただ日本向けのやつはちゃんとやってますっていうのもそれも変だけどね、うん、だって日本現地のはどうでもよくて日本向けだけちゃんとやるっていうのもメーカーと姿勢としてね、おかしいでしょ。それはダメだよね、うん、ってことはクオリティとしてはみんな一緒だってことですよ、うん、やっぱりなんとなくね不安を。じゃあ乗ってね、それが1年2年で壊れるのかって言われるとそうでもないかもしれないですね。ただ保証が終わってからだよね、うん、まあ、保証期間しか乗んないっていう人もいるからまあいいんだけど、うん、でね、結局こういうのを見てしまうとなんだって思っちゃうんですよ。そう、それでいてやることはね、車検付きのバイクはどこどこでしか売りませんね。ね、でそこのお店がやってんのかってことなんですよ。多分やらないんですよ。ってことはそうじゃないやつをみんな乗るしかないんで、その状態の。それでいて、で下手にどっかでね、例えばうちみたいな店あると思うんですよ。そこ行って持ってってね、やったとします。その後保証対応してくれるんで、なんかあった時にね。例えば、ここでね、こう曲がっちゃってるよと。ね。こう、オリシューひどい状態だね。ね。で、ましてや、新車でね、したらサビサビだよと。こう。いやー、これちょっとまずいよね。で、そういう保証、クレーム対象聞くのかってことなんですよ。で、ね。そこ持ってきますよね。車検のアルバイトだったらそこしか売ってないんだから、下手すりゃまあクレームは受けてくれるかもしれないけど、他のお店でもね、ホンダのお店だったら、ただ車検付きのバイクでそれは買ったお店行ってくださいっていう感じになると思うんだよね。でそしたら、いやーそれはって、どこでやったんで触ったんですかみたいな話になるでしょ。ああそれはちょっとうちはもう保証対象じゃないですねなんて言われたら、それこそショックじゃないですか。なんかねひどい話になってくるから、うん、もちろん全て家庭で話します。話10分の1、1以下で聞いてくださいよ、ね。はい、まあ、現実はこうだっていうね、何にも塗ってないぞっていうね、うん、
だから塗ります、はい、マルチパーパスグリスね、こういうふうには、ベアリングもだから塗ってないから何のあれもないですね。すごいね、全然つかないんだよベアリング。このねベアリングあるでしょ、ほら油っ気ないの。ニードルベアリングって何も塗らなくていいんですかね、もしかして。もしかしたらそうかもしれないけどね。分かってないね、そこ塗んなくていいんだよ。あ、すいませんでした、顧問弁護士なんとかですけど、とか。大丈夫です、これはあのほらホンダモーターサイクルのバイクじゃないんで。そうそう、安心だよね、うん、一番のまずはホンダモーターサイクルのバイクをいじった時にどう、まずいんです、あんま変なこと言えないね、変なこと言えないんですよ。今のところね CB125 ぐらいいじりましたけど、少しだけね、出荷時状態、ね、メーカー出荷時 での状態でちゃんと売ってますね。2台やったけど2台ともねあそこなんですよ、ステッカー貼ってあるの。そう、 夢のステッカー貼ってあるの。いいじゃないですか、夢っていいですよね。何がいいかっていうと、あのクレーム、あのそう、おとなしくそこで買ってそこでおとなしく乗ってれば何の問題もないんですよ、うん。こういうのはね、あんまりダメですよ、ね、そう。で、自分でやればいいんです。最終的にそこかよって。そう、最終的にそこなんですよ。そう。だって売ってないんだもん、買えないんだもん。結局、車検付きのバイクって言ったら、もうそこで買うしかないじゃないですか。ね、他で買えないから。うん、まあ、他で買おうとしないと思いますけど、売ってた、買えたとしてもね。安いとかそういう理由ぐらいでしか買う人いないと思いますが、うん、よかったよかった、これ錆びてなくてよかったよ。この赤錆とか出てたらもうと思いますよね。たくさんせっかくいいバイクなのにね、残念だよね。あとこれさ、インドネシアとかってすごい高温多湿でしょ。あ、それね、あの今日のお客様ね、だって、あ、やっぱり給水ついてないんで、さすがインド製だっつって言ってました。いやいやいや、あのいや、インドネシアかっつって、いやいや関係ないと思いますよって、あのそれどこだからついてないっていうじゃない理由じゃないですよ、なんて思わず私言っちゃいました。関係ないですよ、 CRF 確かついてますもんね、ね。150L ね。だからまあそういう理由じゃないと思いますよつって、多分あの車両の性格からしていらないってことじゃないですかつって、ね、なんで私があのこのアストラホンダのあれしなきゃいけないんですかね。あのね、でしょ。そしてシャフトね、シャフトはちょっと錆、まだ大丈夫、ああまだ大丈夫、セーフ、防水グリスね。でまあこんな感じでね、あのやってます、はいね、そう。だからね、決して高くはないと思いますけど、うちで買うのはね。いやらしいでしょ、そういうことなんですよ。でもこれでもこれうちくやって売ってるけど、あのここのこれをね仕入れてるお店より安いと思いますから、そこ別に名前出るんじゃねえかなんて、こんなことないと思いますよ。あのきめ細かいね、あのやってると思いますけど、はい、あんまり変なことやったらあれするとうち取引してくれなくなっちゃうと困っちゃうからね、余計なことして飲み物とかね、嫌なんですよ、それは。おとなしくね、うん、やるっていうね、そういうことも必要なんですよ。大人っていうのはやっぱりね、周りをちゃんと見て、なんていうんですか、よし、入った。
スイングアーム外した方がいい。外れ、なんかね、逃げてる。そう、逃げてるんですよ。まあ、逃がしてください。金額的なものがね、絡んでるんで。ねえ、じゃこれ、こういうのやんなかったら乗れねえのかって言ったらそういうわけじゃないからな。いや、全然、もう関係ないよっていうね。でも言われるんですよ。あのバイク屋さんとかね。うちなんかにちゃんと儲かってるバイク屋さんとかね、いや必要ないでしょってね。つって、どうなんだろうつって、で閉めますよね。ほらね、ほらほらさっきは動かなかったで、緩めるとさすがにスッて動くんですよね。だから閉めてても本来多分こうやって動くのが普通だと思うんですよ、ここはね、ここに関してですけどね。どうだろうな、適当なことで違ったら困っちゃうから、ね、まずこの折れ曲がってる、折れ曲がってるんじゃないんだよ。このオイルシールがすでにまっすぐ入ってないんだよ。気持ちいいこっちの方が浮いてんだよね。だから均一に入ってないんだろうな。まあいろんなね、あら探しはやめなさいね。それよくないよ、ね、楽しく乗りゃいいじゃないかとね。ああいいな、よかったな、それでいいんだよ、ね、なんかあら探してさっつってね、やっぱりそういうのはよくないね。よくない、よくないと思います。いやね、動画とかであら探されてね、なんとかって違うし、違うしっつってね。わざと言う人もいるんで、ね、わざと間違えてね、突っ込ませるわざと、違いますよそれとかね、そう言わせるために。それも立ち悪いよね。これもそうなのかなかもしんないね。そこまで考えてやってるかもしんない。そう、あ、そう、それでね、今日また、また電話が、また電話って言うとよくないですね、そう、TDM の方ね、私ね、うまいことね、お断りしてるんですよ。いやー、つって。で、どこどこでね、師匠のところとかね、そしたら、あ、いいよ、持ってきな、みたいな話だから、あ、言われた、あ、よかったですね、つって、みたいなね、そう、紹介してね。そしたらね、今日電話が。ステータコイルダメなんだ、明らかにね。多分ですよ。明らかにまずいな。多分ね。みたい。で、本人もステータコイルが多分ダメなんじゃないかって言ってた、おっしゃってたから、まあでも一応、私としてはね、一応検査した方がいいですよって言って、まあね、調べてからじゃないと、やみくもにね、交換してもあれですから、つって。で、レギュレーター問題ないんですかつって、レギュレーター問題ないと思う。あ、そうですか。じゃあ、あれですよね、つって。で、ちょっと、あれしたら、電圧がね、一箇所、30出てるんだけど、両脇は、あとの2つは20ぐらいしか出ないから、あ、やっぱなんか低いですよねっていうことでね。で、まあ、それはあれなんですけど、で、短絡、ね、検査したら、短絡しちゃってるから、導通あるから、あ、これダメですねって、アースに落ちちゃってるから。だから、あ、これは明らかに、もうダメですって。ダメですね、はい、これもうすぐ奥まで入れた方がいいんだよ、オイルシール多分ギリギリだもん。でもほらちゃんとめくれないでね、ほら入りましたよ。ダメだな、これもうちょっと奥まで入れられないのかな。つらい位置ぐらいまで入るよね。なんかね、出っ張ってんですよ全体的に。だからだよ、そういうのも良くないんだよ。ちょっと一回抜こう、ね、抜きます、はい、どうやって入れようかな。プレスが一番いいんですけどね。そう、なぜかというと、叩いたりすると曲がっちゃうんですよやっぱり、あれで万力で挟んで戻さないとね
ダメだ。ダメだ、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 ダメだ。危なかった、今。違うの入れちゃうとこだった。で、とりあえずね、これはそのまま戻します。はい。あ、そう、それでステータコイル云々って話でね。で、持ってったらしいんですけど、そしたら、いやー、ステータコイルやる前に、まずレギュレーターの交換だよって言われたらしいんですよ。で、まあね、難しいですね、それね。はい。ただ、で、結果、結局、やっぱりね、レギュレーターがね、問題じゃないっていうね。変わらない。要は、結果的に変わらないっていうね。そうなっちゃうと困るじゃないですか。ねえ。だからうち まあ、うちとしてはね、紹介したのに、まあね。で、交換しなくても、交換しないでもレギュレーターがダメかどうかっていうね、検査。それはありますよね。それは別にほら、あれすればいい。導通民。で、一方通行かどうか、全部ね。一方通行かどうか。さらに、何でしたっけ、なんかありますよね。そういうの見て、で、ああ、まあ、レギュレーターじゃないなと、ね、そういう場合はね、あるじゃないですか、ね。抵抗値も見るっていうのもありますけどね。で、まあ、ちょっと見たんですけど、レギュレーターは普通に一方通行になってるから、ああ、大丈夫かなと思ったんですよ。で、ただうち今できないです。で、ほら、部品注文してもすぐ来ないからね、うちね。だからうちはできませんじゃないけど、時間かかるから、販売店やってるところだったらすぐ来るからね、こっちの方がいいんじゃないですかって話をさせていただいてね。結局ダメなの。残念だね。まあでもそうですよね、ほら。例えば、ね。うちが、どこどこのバイクさんがこう言ってたって言っても、いやー、まずはこうでしょっていうふうに言われ、ね、見ますよね。そうするとまずいんだよ。そうすると、お客さんからすると、結局、で、それが原因だったらよかったね。ああ、なんだ、見立て悪いなっつってね、それでよかったんですけど、そうじゃないと結局、いや、初めからだからこうだって言ってんのに、そうじゃねえかって話になってくると、難しいじゃないですか。お金かかることだからね。なるべくそうならないようにってどこもねやるんですけど、で、交換ってね、難しいんですよ。交換しないのがいいんだよね。交換しない、検査で分かれば一番いいんですけど、交換しちゃって、それ自体は問題なかったっていうのは一番困るじゃないですか。お金かかるから、ね、難しいですよね。難しくない。どうしてくれんだよって言われちゃうと一番困っちゃう。いやーって。だからね、ここでこう説明をしながらやるんですよ。そういう時はね、お金かかる場合があるね。これがもしかするとそういう原因じゃないかもしれないけど、まあ、順番的に、まあ、これをまずやってからの方でしょうねって。でも、それで納得してね、ああ、いいですって言っていただけるならそれでいいんだよね。そうじゃないとまずいから、いや、金返せとか言われちゃうとね、壊れてないの交換してどうすんだよみたいなことになるでしょ。非常にまずいですよね。確かに壊れてないの交換しちゃダメだね。っていうか ですよね、なんつって。どこのドイツだ、いや、お前だろう、なんてね。これ、グリスいっぱい塗ってればね、めくれないよ。普通は。だってそうでしょ。滑るから。リップがこう内側に入っちゃうっていうのは、そういうこうオイルとかグリスが切れてる状態でやっちゃうからでしょ。こう拭き取って、大丈夫でしょ、大丈夫で。めくれたりして、こんな感じですね。入ってきました。よかった。満足。これが気がかりだった。そう、これが気がかりだった。よし、そしたらまずどこからつけるのがいいかな。こうだから。
こうですよね。リアサスペンションをぶら下げてからがいいかな。リアサスペンションからね。リアサスペンションはどうでしたっけ？これが後ろのリンクでしょ？で、これがリアサスペンションか。ね、このシャフトにも一応塗っておきます。ボルトにもね、錆びないように。カシマリばっかやってる気がするな。エンジンはね、素人はやんない方がいいんだよ。難しいんだ。うちはほら、エンジン屋さんじゃないから。ね。それ頼まれればやるんですけど、頼まれるっていうか仕方ない。ついそういうところにね、こう本音がちらほら出やがるなと。グリスもね、塗りゃいいと思うんじゃないと思いますが。よ。入った。まずここ閉めたきゃ。そうだね。そしてここを閉めるのか。人が閉められなくなったら。実際のところこれでね、動きが良くなるのかとかね、まあそういうそこなんですよ。変わらないんだったらやってみましょう。 いっそのことベアリングのところにベルハンマーシュッシュッシュッで終わりとか、その方がスムーズなんじゃないかと。グリス塗るってことは抵抗になるからね、見方によっては。ただ錆びてるから、錆びてきちゃったら困っちゃうからさ。それ考えたらやっぱりグリス塗っとくっていうのはいいんじゃないですか。ね。こんな感じで。みんな塗っちゃう。じゃあ、ホイール戻して。なんかくたびれちゃった。くたびれますよね。あとボルト類とか緩んでないかね、点検して。ご連絡で。もちろんこれはね、無料の整備、買った時に入ってなきゃいけない。購入時にはもうね、そこの代金に入ってるものですよ、これは。さて、そしたら、早くやんなきゃ。いっぱいあるのにまだね、やらなきゃいけないことがあるんだね。やらなければならない仕事がある。どうですか？ダメだ。聞いたことがあるよね。ホイールどこ行ったのかな？ね、ホイールどこ行った？後ろにあった。そしたらホイールをつけて、とりあえず後ろね。これで納得だな。